リアルさんの質問から、なんでピットブル嫌いなんですか？この辺が無理。手を切って変わったことは何ですか？変わったことか。何？あ、いや、なんでもない。何もないですね。とっておきのぶりっ子自撮りを見せてください。どうせとかいっぱいつけて下品な質問してる人が読まれるんだろ。はい。え、ハーフなの？なんか喋ってって言われた時の対処法教えてください。そうですね、 You should kill yourself. それかって言うといいと思います。どうやったら YouTube で人気出るんですか？多分ヒカキンファミリーに入れば甘い汁を吸うことができると思います。生まれ変わるとしたら世界一のプロレスラーを世界一の YouTuber、 どれがいいですか？世界一のプロレスラーですね。だって YouTuber なんて所詮ですもんね。 PDR さんって日頃何してるんですか？ほとんど仕事ですね。やっぱ名作だな、二人の女と一つのコップは。うまい。はい。柴田に会ったことはありますか？2回ぐらいしか会ってないと思うんですけど、実際話したの多分1回だけで、メグインが主催した YouTuber パーティーを、なんか、どこだっけ、秋葉さんの板金屋でやって、柴田が自己紹介してる時に、なんか、YouTuber はみんなお金が欲しいんだ、とか、みたいなこと言ってて、ピリアさんすげえ酔っ払ってたからよく覚えてないんですけど、柴田からマイク取り上げて、お前も金儲けしてるだろう、AKB の動画でチャリ買い上がって、みたいなこと言って、二人でマイクの取り合いになって、秋葉さんのマイク壊したような、壊してないような。で、その後、真帆ちゃんと二人でトイレの外かなんかで話してたと思うんだけど、その時に柴田がトイレに行こうとしてたのか、帰ろうとしてたのか、よく覚えてないんですけど、PDR さんが、おう柴田、俺もプロレス好きなんだって言ったら、柴田が、なんで話しかけてくれなかったんだよって言いました。多分話したの、それぐらいですね。辛いことがあったので、慰めてください。まあそういう時もあるよ。人生は辛いことがいっぱいあるよ。これからも多分もっと辛いことがあって、さらに辛いことがあって、一生いいことないかもしれないけど、死ぬまで頑張って。ラテニアンとシナモンパンクはパズドラできますか？どうなんだろう。やってみるか。ラテ、ラテ、パズドラ、ラテ。できないですね。ロックンロールな生き方を教えてください。人間はゴミだ、人間死ね、人間死ね、いらねえよゴミだ、人間はゴミだ、ゴミだ。人間なんてゴミだ、いらねえよ人間とか、信用できるのはお前だけだ。人間なんてみんなゴミだ。ガリガリ君ナポリタン味食べてください。そして感想を教えてください。ガリガリ君リッチナポリタン味。うまいです。 PDR さん危ない、後ろ後ろ。残念、本棚でした。残念、トイレと YouTube 様からもらった金の再生ボタンでした。
この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。皆さんはあのクソまずいガリガリ君食べましたか？ぜひ感想お願いします。では。